自然菜園ライフスタイルチャンネルの竹内です。ひふみです。はい、今日は2人で親子でお伝えしたいと思います。この野菜なんでしょうコーナーが面白かったということで、今日はうちでもかなり変わった野菜を紹介してみたいと思います。だよね。はい、じゃあこちらに移動してみます。ここはキュウリのねパイプ支柱なんですけど、この中に入ってくるとひみくん僕に、はい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 、聞こえますかね。 ありがとうございます。はい、今日紹介したい野菜はこちらです。実はここにもあります。そしてひみくん持ってくれるかな。はい、カメラ見せてください。はい、この野菜何でしょう。シンキングタイム、3、2、1。はい、答え分かりましたかね。ひみくん、この野菜は何でしょうか。ヘビウリ。ヘビウリです。そうなんです、実はヘビそっくしですよね。これグリーンナイルって品種なんですけども、ヘビのようにね、シマもしっかり生えてるし巻きついたりもするので、実は畑にこれをやっとくとネズミよけになったりしますし、何よりもこれが美味しいんですよ。こんな大きくなるのは種よっとり用なので、通常これぐらいの大きさかな、これぐらいの時にちょっと皮が硬いキュウリみたいな形なので、ちょっと皮を剥いてあげて炒めてもらったり、もしくは塩で揉んでもらったりするとすごく美味しくて、インドとかそういったところで料理で炒め煮とかして食べたりしますね。ヘビウリって検索してもらうと種が売っていて、これなんかはグリーンナイルっていう品種ですけども、ナイルの皮のような形で大きい品種になりますね。変わった野菜ですけども、畑にこんなのがあるとギョッとするのはネズミの方じゃなくて僕たちの方かもしれませんね。はい、ご視聴ありがとうございました。またこのチャンネルでお待ちしてます。またね、バイバイ。